向こうかはあれかね、淡路島かね、違うか、大阪だよね。うん、大阪だよな。リフトフォークの運搬能力は自重の 20%、 この場合400キロぐらいを運搬することが可能です。バケットに冷気を装着します。ストッパーの長さはチェーンの長さを変えるだけで調整することが簡単にできます。緩んだストッパーを再度締め付けるためにもストッパーの出っ張りはできるだけ短くしておいた方がよろしい。お問い合わせは千葉043よくなろう391番株式会社コスモラインまでお気軽にご連絡ください。YouTube に900本以上の実績動画を掲載しておりますのでご覧ください。まあまあなんとか開けてもらってね。あ、はい、ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。